はい、竹内です。こんばんは。こんばんはか、こんにちはかわかりませんが、一個前の、習慣にできる、予想というのの、二つ目の動画です。ですね、まあ、前回の一番の方から、できれば見ていただきたいのですが、まあ、見てることを前提でいきます。まあ、先ほどと一緒で、特別登録例選択の画面を開いて、そうだね。例えば、じゃ今回、秋華賞にします。これ同じです。全戦歴を一覧。で、ここまで同じなんですが、今回調べておきたいのは、まあ、何にでも応用できるので、とりあえずという形なんですが、調教判定×がついた次のレースで調教が三角以上になった時に構想している馬っていうのをとりあえず調べてみたいと思います。なので、まず前走読み込みをします。で、マークから、コメント内文字列を検索してマークする。で、前走 KOL 関係者コメントにして、おっと、違うぞ。ここに、調教×と入れます。そうすると、まあ、ここでマークがついたのは、前走調教×だったというか、そうですね。前走調教×だったところ。はい。前走調教×だった馬に、このようにつきます。で、まあ、マーク行を別画面で一覧するを押します。すると、ここにあるのは、前走調教×だったパターンですね。馬たちですね。じゃあ次に、KOL 関係者コメントで、今走の方ですね。調教三角以上を、マークします。で、またマーク行を別画面で一覧します。そうすると、このまあ、ディアプローズなんかを見ると、まあ、自分は全部入ってるんですが、このレースでは調教×から丸になってるレースですね。なので、ディアプローズ。こっちの場合はここです。ここで×から丸になったレースが残ります。で、馬タブを開くとわかるんですが、ディアプローズの場合、調教が前走×で今走三角以上だったときは、4回該当があって2勝してます。まあ、中途半端じゃなくて2勝してるっていうのがいいですね。中途半端な着順がないと。まあ、この馬が、今のところ勝っているのが2勝なんで、その2つとも、前走調教×で今走調教が三角以上という時に2勝していると。これは結構大きい特徴だと思います。ビッグスマイルがそういうことが3回やって、3回とも馬券になっていると。頭はないが2着2回、3着1回である。ということが分かったりしますね。で、まあ、リバーレ、デルマドゥルガ、アフォリズム。っていう馬たちは、一勝していると。まあ、今後、どうなる？このビッグスマイルや、リアプローズみたいに複数回、該当がないんで、わからないですが、もしかしたらこのパターンで構想することが今後もあるパターンになるかもしれないっていうことは結構、この1分の1の確率のやつでも覚えておきたいですね。で、そうだ。一個注意なんですけど、自分のターゲットの画面でここになんか馬印がついたりするんですけど、これは無視しといてください。はい、それは結構どうでもいいです。はい。で、まあ、そうだな。ここだと、まあ、この、ディアプローズ、リバーレ、デルマドゥルガ、アフォリズム、ビッグスマイルの5頭。これは気になるので、選択しといて、右クリック。で、まあ、選択範囲をクリップボードにコピー、CSV でもいいです。これで、選択しておきます。で、クリップボードに入れといて、まあ、バーっと画面を戻して、で、これで全馬一覧ですね。特別登録の画面で。で、出馬表分析を出して、前、別の動画でも言ったんですが、コントロールキーと V を押すと、さっきの5頭が、ここに表示されますね。まあ、頭数が多く見えるんですけど、同じ馬名が、同じ馬が別のレースに登録してたりするとこういう風になります。で、今度は表示じゃなくて、どれなんだ？表示だ。表示で、全表示馬の全走、レース検索で一覧、なんてやってみましょう。そうすると全走が出ます。で、はい、自分の場合は、この星タブに、関係者コメントが出るようにしてあるんですが、丸がついてるのはこの1頭ですね。Dear Pros、で、この馬は、前走丸だったので消しましょう。すると、この馬たちですね。4頭。ビッグスマイル、リバーレ、デルマドゥルがアフォリズムの4頭は前走×だったと。前走×だった馬なんで、今走、三角以上になった時に、まあ、狙えるんじゃないかと。いうことが、この、週の中の段階でも、判断しておけますね。チェックしておけます。で、そうですね。だから、この4頭に関しては、まあ、週末に自分がターゲットコメントを更新して、ギャップ馬本館別館からダウンロードできるようにしたときに、ターゲットに入れてもらって、まずすぐこの4頭をチェックしてもらったときに、三角以上であったら、ああ、買えるんだと。いうことが、簡単に判断できるので、やっぱ予想するのも楽ですよね。もうすぐに、狙いを定められるような状況を平日の間に作っておくっていうことは結構重要だったりします。そういうことが、できるので、このように、前走の状況で、次走でどうなったかっていうことを結構、簡単に調べておけるので、まあ、これはだから実際にターゲットの、自分のコメントを使わなくても、例えば距離短縮だったら、構想してる馬とか、機種が乗り換わったら構想してる馬とか、そういうのを事前に調べておくと、すごく当日、前日にできる予想っていうのが時間が増えますし、楽になるので、うん、おすすめです。全然競馬の予想っていうのは、本当に1週間楽しめるって言いますけど、本当にそうだと思うんで、この方法っていうのも、できれば覚えておいて活用していただきたいなと思います。そうですね。まあ、点乗りになったらいいとか、他に何があるかな。前走大敗してた時に、構想してる馬を、調べておいて、で、調べて、それに該当する馬がいたら、その中で前走大敗している馬っていうのを調べて、そこに残った馬っていうのはもう今走狙うリストにしておけたりするので、この特別登録された馬の出馬表分析から、いろいろ予想するっていうのは結構大事なことだし、こういうことをするだけで本当に予想の精度が上がったり、勝負する馬を決めておけたりするので、勝負する馬の候補を、決めておけたりするので、これまでやってなかったっていう人はできれば、やっていただければいいなぁと思います。はい、とりあえず、第2弾の動画もこれで終わります。